土星。土星、土星は太陽から6番目の太陽系の中では木星に次いで2番目に大きな惑星である。巨大ガス惑星に属する土星の平均半径は地球の約9倍にあたる。平均密度は地球の1、8に過ぎないため巨大な体積の割に質量は地球の95倍程度である。そのため、 木星型惑星の一種と分類されている。土星の内部には、鉄やニッケル及び、シリコンと酸素の化合物である岩石からなる、中心核があり、その周りを金属水素が厚く覆っていると考えられ、中間層には、液体の水素とヘリウムが、その外側はガスが取り巻いている。惑星表面は、最上部にあるアンモニアの結晶に由来する白や、黄色の島が見られる。 金属水素層で生じる電流が作り出す土星の固有磁場は地球磁場よりも若干弱く木星事情の1、12程度である。外側の大気は変化が少なく色彩の差異もないが長く持続する特徴が現れることもある。風速は木星を上回る時速 1800km に達するが海洋性ほどではない。土星は向上的な感を持ち、 9つが主要なリング上、3つが不定的な円弧である。これらはほとんどが氷の小片であり、岩石のデブリや宇宙人も含まれる。知られている限り82個の衛星を持ち、うち53個には固有名詞がついている。これにはリングの中に存在する何百という小衛星、ムーンレッドは含まれない。タイタンは土星最大で太陽系全体でも2番目に、 大きな衛星であり、水星よりも大きく、衛星としては、太陽系でただ一つ優位な大気をまとっている。日本語で、当該太陽系、第六惑星を、土星と呼ぶ由来は、古代中国において五惑星が五行説に当てはめて、考えられた際、この星に土徳が配当されたからである。英語名サターンは、ローマ神話の濃厚紙、サートルヌスに由来する。土星は、 中心にこそ個体成分を占める核があるが、主要成分がガスであり、外縁の境界が不明瞭なため巨大ガス惑星に分類される。時点によって惑星は平田球形状を持ち、極よりも赤道部分が膨らんだ、扁平状になっているためにその差はほぼ10%、6268km 対54、364km にもなる。木星、天王星、 海洋性といった太陽系のその他のガス惑星もやや扁平しているが土星ほどではない。土星は太陽系で唯一水よりも30%ほど軽い。その中心角こそ水よりも重い比重を持つがそのガス成分から平均では 0.69gcm である。体積は地球の764倍にもなるが質量は95倍にとどまる。木星と土星の二つで 太陽系の惑星質量の92%を占める。前項にて述べたように土星は巨大ガス惑星に分類されているが、木星と同じく土星は全てガスで構成されているわけではない。惑星成分のほとんどを占める水素は密度 0.01gcm を超えるとヒリソ溶液となる。土星半径の99.9%部分においてこの密度に達する。 惑星内部の温度、圧力、密度はいずれも中心に向かうにつれて高まり、内部に行くと水素は層を変えて金属様になる。標準惑星モデルでは土星内部は木星と同じく小さな岩石質中心核を水素やヘリウムなどの気発成分が取り囲んでいると考えられる。この中心核の構造は地球と似ているがより濃密な状態になっている。 惑星の完成モーメントの試算と内部の物理的モデルを組み合わせることでフランスの天文学者ディディオモント・トリスタン・ギローが惑星中心にある質量の塊を弾き出した。2004年に彼らは中心核の質量は地球の9から22倍、その直径は約2万5 0 0 0トルと試算した。この核は濃い液体状の金属水素の層に覆われ、 続けてその外側にヘリウムが飽和した水素分子の液体層があり、高度が増すにつれて気体へ層を変えていく。最も外側の層は厚さ約1 0 0 0トルのガスの大気からなる。土星内部は非常に高温で中心角では11700系にもなる。そして太陽光線の形で宇宙空間から受けるよりも2.5倍もの放射を行う。この放出エネルギーは ケルビンヘルムホールツ機構というゆっくりとした重力の圧縮から生じると考えられるが、これだけでは土星の熱発性量をすべて説明できない。その他のメカニズムとして惑星内の奥深くで起こる小さなヘリウムの雫による雨降りがあるのではと考えられる。液的化したヘリウムが水素の密度が低いところを通る際に抹殺により熱が発するというもので、 惑星の外側の層にあるヘリウムが使われるという。木星も土星と同様の金属水素の層を持っているが、木星は内部がより高温で、ヘリウムの水素への溶解度が高いこと、対流が活であることから、この現象はあまり有効に働かないと推定されている。実際に土星の大気中に含まれるヘリウムの割合は、太陽や四つの木星型惑星のどれよりも低く、 体積比で9.9%土星内部でヘリウムの分離が起きていることを示唆している。この現象によって中心核はヘリウムで覆われている可能性もある。外装の大気は96.3%が水素分子3.25%がヘリウムである。このヘリウムの構成比は太陽内に存在するこの元素の比率と比較すると明らかに少ない。 ヘリウムよりも重い元素の量は正確には分かっていないが、原子太陽系形成時の比率に一致すると考えられている。これらの元素は地球質量の19から31倍ほど存在すると見積もられるが、ほとんどは土星中心核にあるものと考えられる。アンモニア、アセチレン、エタン、プロパン、リン化水素、メタンも土星大気中から検出された。 上空に見られる雲はアンモニアの結晶であるが、下に行くと硫化水素アンモニウムや水へと変わる。太陽からの紫外線は上層大気層でメタンの光分解を起こし、化学反応で作られた各種の炭化水素が渦巻きや拡散を通じて惑星内部へ運ばれる。この光分解のサイクルは土星の季節変化の影響を受ける。2005年初頭以後、 土星の稲妻の観測が続いている。そのエネルギーは地球の雷の千倍に匹敵する。土星の大気は木星と同様に帯状の模様を見せるが赤道近くで淡い、幅広になる特徴を持つ。この帯は木星と同じ学術用語で呼ばれる。土星の細かな雲の模様は1980年代の探査機ボイジャーが到達するまで観測されたことはなかったが、 その後は地球から望遠鏡を用いた観測が詳細を明らかにした。雲は表面から中に入るほど圧力が増す。上層は温度100から 160K、圧力0.5から2バーでアンモニアの氷からなっている。下の圧力2.5から9.5バー付近の層は水の氷が雲を作り、温度は180から 250K に上昇する。 この層には硫化アンモニウムの氷が混合し、圧力は3から6バー、温度は235から 290K になる。そして最下層では、圧力が10から20バー、温度は270から 330K になり、液化したアンモニウムの水滴が含まれるようになる。カシシーニなどによって、土星の嵐などの気象現象が観測されている。土星大気は通常それほど、 激しい動きを見せないが、時に木星で見られるような非常に長持ちする楕円形状が現れることがある。1990年にハップル宇宙望遠鏡が探査機ボイジャー通過の際には確認できなかった赤道付近の巨大な白い雲を発見し、1994にも別のより小さな嵐が見つかった。 1990年の嵐は大白藩という現象の一つで土星の約30年ごとに北半球が下死を迎える頃に発生する、それほど長く持続しないものであった。この大白藩は1876年、1903年、1933年、1960年にもそれぞれ発生し、特に1933年のものが有名である。 周期性から考慮すると、次の発生は2020年前後になる。土星に吹く風は太陽系で2番目に速い。ボイジャーの観測によると、最も速いものは偏東風で、速度は時速 1800km に達する。2007年、探査機シーニが土星の北半球で天王星のような輝く青い色部分を発見した。これは、 デイリーソン乱によって引き起こされたと考えられた。赤外線による観測から土星の南極点には他の太陽系天体には見られない暖かな極渦があることが分かった。土星の表面温度は通常低、く摂氏185度前後だがこの渦は暖かい時には低、く摂氏122度にもなり土星表面で最も高い気温になると考えられている。土星大気には 北緯78度付近で北極を取り囲む固定的な六角形の波紋があり、ボイジャーが撮影した画像から発見された。しかし強いジェット気流の存在が示唆される南極側にはごく渦も六角形の波もないことがハップル宇宙望遠鏡の観測から明らかになっている。二千六年十一月に NASA はカッシーニが南極に明らかな台風の目を持つハリケーンのような嵐が 固着していること発見したと伝えた。地球以外の太陽系天体で雲が作る台風の目が発見されたのは初めてだった。例えば木星の大赤藩には台風の目に相当するものがないことは探査機ガリレオが撮影した画像からも明らかになっている。北極の六角形構造は直線部の一辺が地球の直径を超える長さ約 13,800km で 構造全体は放射時期と同期すると考えられる土星の内部部分が自転する周期と同じ速度に当たる10時間39分24秒で回転しているこの六角形構造の動きは大気中に視認できる雲と違い軽度に沿ったものではない実験では流体の作動回転から多角形構造を再現した例もある土星は 直層極子という単純な対象型をした固有磁場を持つ。赤道付近での強度は零点二ガウス二十マイクロテスラであり、木星事情の約一二十地球磁場よりも若干弱い。その結果として土星の磁気圏は木星よりも非常に小さい。ボイジャー二号が磁気圏に突入した際、内部の太陽風は依然として強く、磁気圏の大きさは土星半径の十九倍。 110万キロメートルの広がりしかっていなかった。その時は数時間後には膨張を見せたが結局たった3日でまた元に戻った。磁気圏は木星と同じく内部に液状の金属水素の層が存在しダイナモ効果によって発生している可能性が高い。この磁気圏は太陽風をそらす効果を持つ。磁気圏の外を交転する衛星のタイタンの大気から 供給されるイオン化された粒子は、磁気圏内でプラズマし、極地で地球のようなオーロラを発生させる。太陽から土星までの平均距離は 1.40km で、ある。光転速度は、平均 9.69km 毎秒であり、地球の1759日、約29.5年で太陽の周りを一周する。光転軌道は、楕円で、 地球の交点面から2.48度傾いている。軌道離心率は0.056であり、近日点と遠日点では土星、太陽間の距離は約1億5500万キロメートルの差が生じる。外観上の時点速度は木星と同じく緯度によって異なった回転周期を持つ領域として観察される。システム I は赤道域を含む領域で、 一周が10時間14分00秒844.3度地球日である。他の領域はシステム2と呼ばれ、一周10時間38分25.4秒810.76度地球日で回転している。これらとは別に、ボイジャーが接近した際に観測した電磁波の放射に基づい回転はシステム3と呼ばれ、 この一周10時間39分22.4秒、810.8度、地球日がシステム2に変わって、時点と広く受け止められている。しかし、内部の回転周期は未だ正確に把握されていない。2004年に土星に接近したカッシーには、電磁波の回転を従来よりも遅い10時間45分45秒、プラスマイナス36秒と観測した。 2007年3月には電磁波の回転が土星の時点と一致しないことが判明した。この電磁波の変調は土星の衛星エンケラトゥスの間欠線が影響している可能性がある。土星の軌道上に放出された水蒸気は磁場の邪魔をして効力を引き起こし電磁波の回転を惑星よりも遅らせている可能性がある。カッシーニやボイジャーそしてパイオニアなどの様々な 観測結果から2007年9月には最新の報告として土星の時点は10時間32分35秒とされている土星はその間によって最も知られ視覚的な特徴をなすこの間は土星の赤道上空 6630km から 12700km の間に広がるがその厚さはわずか 20m 程度に過ぎない93%は ソリンが混ざる水の氷でなり、7%は非結晶の炭素である。リングの温度は低、摂氏180度前後。缶はゴミ程度のものから10メートル超前後までの粒子で形作られている。このような缶は他の巨大惑星にも存在するが、土星のものは規模が特に大きく視認できる。缶の起源には主に2種類の仮説があり、一つは破壊された。 土星衛星の残骸というもの、もう一つは土星を形成した星雲の余りが残っているという考えである。また別に、衛星、エンケラグスが噴出した氷も、菅の材料の一部になっている。過去、天文学者は、菅の形成は土星と並行して数十億年前と考えていたが、その後数億年前と考えられるようになった。菅は、 惑星から1200万キロメートル離れたの艦から27度の角度を持った平米艦までが主要領域である。衛星の中にはパンやプロメテウスのような艦が拡散するのを防ぎ封じ込める役回りを持つものもおり、これらは羊飼い衛星群と呼ばれる。パンやアトラスの弱く直線的な密度波はその質量を上回る優位な影響を土星の艦に与えることができる。 土星の管は1610年にガリレオ・ガリレイによって初めて観測された。しかし望遠鏡の性能が良くなかったためにガリレオは和であることを把握できず、それを大きな二つの衛星であると考えた。その様子をトスカーナ大公個児も二世在位1609年から1621年へ書き送っている。彼はまた土星には耳があるとも書いている。 地球から見た土星の向きは土星が好転するにつれて変わるため、1612年には漢を観測できなくなった。しかし、1613年に見えなくなった艦が再び見えるようになり、ガリレオをさらに悩ませた。この土星の艦の謎は、1655年にクリスティアン・ホイヘンスがガリレオよりも数段優れた望遠鏡で観測するまで解けなかった。 その後、1675年にジョバンニ、序盤にカッシーニは、土星の缶は間を開けた複数の輪で構成されている、ことを発見した。彼の名にちなんで、A 缶と B 缶の隙間は、カッシーニの感激と名付けられている。また A 缶内には、円ケの感激と呼ばれる、カッシーニの感激よりも、細い隙間が存在する。これは、ドイツの天文学者、 フランツエンケにちなんでつけられたものだが、現在のエンケの感激は、ジェームズ・キーラーによって発見されたものである。A 艦には、キーラーの空撃と呼ばれる隙間も存在する。最近の望遠鏡や、性能の良い双眼鏡を使えば、土星の艦は、容易に観測することができる。艦は、土星の赤道から6、630km の距離から120。 700km の距離まで広がっており、氷の粒子やシリカ、ソリン、ケイソなどで構成されている。粒子は細かいゴミ状のものから小さな自動車程度のものまで様々である。土星の間の起源については有力な説が2つある。一つは19世紀にエドアール・ロシュが唱えた説で、土星の衛星が土星に近づきすぎて、超積力によって破壊されたというものである。 この前提として、破壊された衛星に、水星や小惑星が衝突したとされている。もう一つの説は、リングの構成物はもともと衛星ではなく、土星形成時の星雲の成分がそのまま外に残ったものという説である。校舎で形成された場合、土星の間は数百万年も形状を維持できるほど安定していないため、この説は今日では広くは受け入れられていない。 土星の艦は内側から順に D 艦、C 艦、B 艦、A 艦、海艦、G 艦、E 艦があり、海艦、G 艦はよじれた構造をしている。地球から観察した場合、艦の感激は最も大きなカッシーニの感激とエンケの感激の見ることができるが、ボイジャーは土星の艦に何千もの空白区間があることを発見した。 この構造は土星にある多くの衛星の副産物と考えられる。また、衛星の運動以外では、粒子同士の重力的共鳴現象によって、管を形作っていると考えられる。管の厚さは、その大きさに比べて、非常に薄く、特に内側ほど薄い。各管の中央部の厚さは不明であるが、端部では C 管が5メートル。 B 管が5から10メートル、A 管が10から30メートルである。仮に土星本体の直径を10メートルとして模型を作ったとすると、管の厚さは数マイクロメートル程度となる。なお、G 管の厚さは100キロメートル、E 管は1万キロメートルと推定されている。海管は羊海衛星のパンドラとプロメテウスの2つの衛星によって形を維持していると考えられており、 物質密度の高いコアという部分と淡い、ストランドという部分で構成され、形状は常に変化している。2005年9月のカッシーニの観測により、海間のストランドが螺旋状であることが発見された。螺旋構造の成因は、海間と S2004S6 の衝突によると、推測されている。2006年3月、 カッシーニによってエンケラドゥス南極付近に紛失口が発見され、B 管はここから放出された物質によって形成されたと考えられている。1980年まで土星の管の構造は土星の重力のみによって形作られると考えられていた。しかし、ボイジャーは B 管の中に暗い放射状の構造を発見した。これはスポークと呼ばれ、 重力による管の軌道運動だけでは説明できないものだった。この現象は土星の管がほぼ土星の磁気圏内を運動しているため、管を構成している粒子の電磁相互作用によ生じていると考えられている。しかしスポークが形成される原因ははっきりとわかってはいない。カッシーニは2004年7月の土星到着以来、ボイジャーと同等以上の精度で管を撮影したが、 しばらくの間スポークは認められなかった。2005年9月にスポークの写真が得られ、四半世紀を経てその存在が改めて確認された。スポークは、肝の平面が太陽と大きな角度をなす土星の夏、冬には消失し、肝の平面が高天面と重なる土星の春、秋に姿を表すと考えられている。土星は少なくとも82個の衛星を持ち、 うち53個には正式な名称が付けられている。最大の衛星はタイタンで土星の全衛星と間を足した質量のうち90%以上を占める天体である。2番目に大きなレアは薄い大気を持つと考えられる。他の衛星は非常に小さく34個は直径が 10km 未満、他の14個も 50km 未満に過ぎない。伝統的に 土星のほとんどの衛星は、タイタン以来ギリシア神話を由来に名付けられている。タイタンは、太陽系で唯一優位な大気を持つ衛星であり、複雑な有機化学合成が行われている。そしてまた、表面に炭化水素の湖を持つ、唯一の衛星でもある。エンケラドゥスは、しばしば微生物存在の可能性が指摘される。その根拠は、エンケラドゥスから発散する液体の塩水からなる。 氷のほとんどが海洋的な成分であることに見出されている。土星は肉眼でも見えるため、その存在は戦史時代から知られていた。アッシリアヤでは、紀元前2000年頃から土星を含む太陽系の5惑星、水星、金星、火星、木星、土星が組織立った観測の対象となり、その運行が年度版に記録された。 古代メソポタミアの天文観測を牽引した原動力は数比術、先星術であり、土星には農耕や狩猟の神、ニヌルタが住むと考えられた。バビロニアの天文観測は、紀元前3世紀頃、セレーコス長期から聖地化し、ヘレニズムの天文学に受け継がれる。土星を司る神は、ヘレニズム文化圏において、農耕神、ニヌルタから、 同じく濃厚紙クロノスへと置き換わった。ヘルニズム時代には、アレクサンドレアのプトレマイオスが、西暦127年3月26日と133年6月3日と136年7月8日に、土星の章を観測した。プトレマイオスはこれらの観測結果を基準にして、ジオセントリックモデルの体系における、土星の誘導円、終点円の半径、 誘導炎の近天軸、誘導炎と地球の距離等、土星の軌道要素を得た。プトレマイオスの体系は、先生術のために実用的な程度には正確に、強制とされる土星が関わる、天文現象を予言し続け、16世紀のコペルニクスによる再検証までは、勘が体系であった。のインドでは、宗教的な区を適切な日時に実施するため、天文学が重視され、 天空上の27または28の星宿、ナクシャトラを基準に、土星を含む五惑星と実月の運行が観測された。全7世紀頃の天文書によると、天には太陽と月、五惑星、ラーフとケートの9つの天体、ナバグラ派があるとされ、サンスクリット語で、と呼ばれる土星は、月の光点に存在を想定されたラーフとケートと共に強制と考えられた。 4から17世紀に成立した、や、などのプラーナ文献には、シャニが、骸骨の体を持ち、ハゲタカに乗り弓矢をつがえ、人が一生になした善事と悪事を見張るなどとあり、バラモンの悲劇を支える技術であった上記車は、ヒンドゥー文化の一つとして、刑事上的な肉付けを得た。古代中国でも五惑星は重要な観測対象であり、土星は、 運行が緩慢であり星色の変化に乏しいため、はめ星、鎮星と呼ばれた。来季の活量によるとはめ星は天空を沈める星で、五国宝上をもたらすとされている。前三世紀の数円の説から発展した五行説にご、惑星を当てはめる場合、はめ星は土徳に配当された。このため、漢字文化圏では、当該太陽系、第六惑星を、土星と呼ぶ。 五行説の流行した中世、疑心乱北朝時代において、土星は複星とされた。中国においては、元代の一時期を除いて、宇宙構造論があまり発達しなかった一方で、精神の変は、異星者に発せられた天の警告であると考えられて、克明な天象観測記録が続けられた。当代のインド系先制術者、クドン室たちが表した、には、 南朝層の劉優が、羽目星がふとかすかに入ったという観測結果を進化が高まさする吉兆と解釈し、闘神の皇帝を廃した事例が紹介されている。天文劇学書の指導を禁止するなど国家形成の学として発展した中国の天文先生の学も東大には、崩れ、個人の運勢を占う星占いが流行する。中東ヘレニズム文化圏でも事情は似て、 星占い関連の出土パピルスが、プトレマイオス王朝時代以後に急増する。前出のプトレマイオスは、エジプトに流れ込んできた、こうした思想文化を集大成した、聖術書、テトラビブロスにおいて、土性がまがまがしい強制と述べている。人文化学面で古天気ギリシアの遺産を受け継いだ、ローマ人は、ギリシアの農耕神、クロノスを自分たちの神話における農人、サーテルヌスと、 同一死し,し、土星を強制とみなす思想文化も受け継いだ。古代ヘブライ語では土星はシャベスイと呼ばれた。エジプトでは土曜日を土星が支配する曜日と考えられていて、ユダヤ人もローマ人もその思想文化を受け継いだ。ローマ時代以後、濃厚神クロノスと時を疑心化したクロノスが名前の類似から混同されて土星は地の神であるということにもなった。 西洋用染成術等において土星は、により示されるが、その使用は10世紀以前には遡らない。は、クロノスの鎌と言われることもあるが、アラビア数字の語の変形である。土星の間を観察するには、少なくとも15ミリメートル後傾の望遠鏡が必要で、1610年にガリレオ・ガリレイが試めるまで、その存在は知られていなかった。 観察した様子からガリレオは二つの衛星が土星の脇に見えているとしたが、この考えはクリスティアン・ホイフェンスがより高性能の望遠鏡で倍率を上げいった観察で否定された。ホイフェンスは衛星タイタンを発見し、後にジョバンニカ・シーニが1675年に衛星イアペトゥス・レア・テテティス・ディオネを相次いで発見し、さらに見つけた間の感激には、 彼の名が冠された。1789年、ウィリアム・ハーシェルによって、より遠方の衛星、ミマスト・エンケラデスの発見という重要な異業がなされた。タイタンと軌道共鳴する異業の衛星、ヒペリオンは1848年に、イギリスの地位が発見した。1899年に、ウィリアム・ヘンリー・ピッカリングが発見した衛星、ケーベは、 典型的な不規則衛星で大きな衛星に見られる時点と後点の同期状態になかった。フェーベはこのような種類としては初めて発見された衛星で1年以上の周期で逆行軌道をとる。20世紀前半に進んだ研究を経て1944年にタイタンが濃い大気を持つ太陽系の衛星では珍しい特を持つことが分かった。土星は 肉眼でもはっきり見える5つの惑星の中で最も遠くにある。夜空に輝く明るい黄みがかった光の点は、等級にすると通常をプラス1から0である。土星が王道12星座の覚星座を背景に王道を一周するには29.5年がかかる。ほとんどの人にとって土星の間を観察するには大きな双眼鏡や望遠鏡など少なくとも20倍以上拡大できる。 光学機器がようになる。ほとんどの時間に空にある土星と間を見ることができるが、特に小、太陽から理角が180度の正反対の位置の時が観測には好ましい。2002年12月17日の章では土星の間の明るい面が地球軌道を向けており、2003年末には地球や太陽に最も近づいた土星の姿が見られた。 1979年、探査機パイオニア11号は、雲の上空2万キロメートルを通過し、初めて土星に接近した。解像度が低く詳細を識別するには至らなかったが、惑星やいくつかの衛星を画像に収めた。また、艦の調査も行い、薄い貝リングの存在、そして艦の暗い空隙部分を太陽に対してが小さい状態で観察すると輝いて見えることを発見した。 後者は軽く光産卵性を持つ物質があることを示す。さらに、パイオニア11号はタイタンの温度も測定した。1980年11月、探査機ボイジャー1号が土星系に接近し、惑星や艦及び衛星の高画質映像を初めて撮影し送信した。こうして、様々な衛星が持つ表面の特徴が明らかになった。 さらにタイタンへの接近も行われ、大気についての知見を深め、可視光線が通過しないため地表の観測ができないことが判明した。最後に、ロイジャー1号は軌道を変え、太陽系外に向かった。およそ1年後の1981年8月、ロイジャー2号によって土星系研究は続けられた。より接近した衛星の画像が得られ、大気や艦の情報が更新された。 しかし、カメラのプラットフォームがトラブルから2日間稼働せず、予定されたいくつかの撮影ができなかった。最後に、ボイジャー2号は土星の重力を使って軌道を変更し、天皇星に向かった。NASA と欧州宇宙機関共同の探査機カッシーニは1997年に打ち上げられた。カッシーニは探査機本体を NASA ホイヘンスプローブを ESA が担当した。 2004年6月、土星に接近し、高解像度の画像を送ってきた。同年7月1日、土星周回軌道に乗り、長期間探査を開始した。探査機は、土星最大の衛星タイタンに接近しレーダー探査を行ったところ、大きな湖と数多い島や山を持つ海岸線が発見された。カッシーニは2度タイタンに接近し、2004年12月25日には、 小型のホイヘンスプローブを投入した。ホイヘンスは2005年1月14日にタイタンを降下しながら膨大な情報を送信し、地表に着陸した。2006年に NASA はカシーニが土星の衛星エンケラドゥスに間欠泉として吹き出す液体の水が溜まっている証拠を見つけたと発表した。画像はエンケラドゥスの南極域から氷の粒子が土星を回る。 光天軌道上に放たれている様子を掴んでいた。カリフォルニア工科大学のアンドリュー・インガソルは、太陽系の中で液体の水を持つ他の衛星は数キロメートルもの氷の層で塞がれている。ここ、エンケラドゥスが違うところは液体の水が溜まっているところが表面から10メートルとない場所なのだろうと推察した。2011年5月、NASA のエンケラドゥス観測グループ会議の科学者は、 エンケラドスが地球の外にある太陽系内で私たちが知り得る中で生命にとって最も生育に適していると告げした。カッシーニの画像は他にも重要な発見をもたらした。明るい土星の缶の主要部分と GE リングの間に未発見だった缶が存在することを明らかにした。この缶を作る材料は2つの衛星に流星が衝突して供給されたと考えられている。 2006年7月、カッシーニの画像から、タイタンの北極近くに炭化水素の湖が存在する証拠がもたらされ、これは2007年1月に確定された。同年3月には、カスピ海ほどの大きさの湖も捉えた。一方、2006年10月には、土星の南極にある直径 8000km もある六角形の嵐が台風の目を持つことを突き止めた。 2004年から2009年11月2日までの間にカッシーニは8個の新しい衛星を発見した。当初の任務は土星を74周して達成されたが、2010年9月までの運用継続が決まり、さらに土星の季節変動を研究するために2017年まで再延長された。そして2017年9月に運用を終了し、土星大気に突入して消滅した。 2007年には ESA が将来の宇宙探査ミッションの候補の一つとして NASA との共同による土星圏探査ミッション、タンデム計画を選定した。土星本体とタイタン、エンケラドゥスが主目標であり、タイタンの大気中に危機を送り込むことも計画されている。5. おさむき。